今回はホイコーローの作り方を紹介します。本来のホイコーローは肉を一度茹で薄切りにし炒めることで鍋を2回使いますという料理名の由来ですが、茹でる時間を省いて美味しく作る方法を紹介します。それでは作っていきましょう。豚バラ肉を 2,3 ミリの厚さにスライスします。薄切りのスライス肉を使ってもいいですが、食べ応えが全然違います。脂身が苦手な方は肩ロースでもいいでしょう。肉を叩き広げ薄くし、繊維も切っておきます。下味をつけます。調味料を少量ずつ入れ揉み込み、卵をしっかり含ませてから片栗粉を絡ませ油でコーティングする。この作業をすることで火を通すときに旨味を閉じ込めることができます。生姜ニンニクを切ります。 0.5 センチの四角い薄切りにします。大きめに切ることでただの薬味ではなく料理にアクセントをつけることができます。キャベツは一口大に手でちぎります。包丁で切るよりも味が染み込みやすくなります。芯の部分は潰します。葉の繊維も叩いて壊しておきます。キャベツの甘みが増すとともに味がさらに染み込みやすくなります。ピーマンを三角に切ります。ネギは斜めにカットします。それでは調理していきます。豚肉を鍋に1枚ずつ広げ焼いていきます。中火で焦げないように両面を肉の旨味を閉じ込めるように焼いていきます。焼けたら一旦取り出します。鍋に大さじ1ほどの油を入れ、生姜、ニンニクを香りが出るように炒めます。さらに長ネギを加え炒めます。ピーマンを入れます。ピーマンは肉厚で硬いので先に入れましたが、柔らかいものはキャベツと同時に入れましょう。豆板醤大さじ1を入れ炒めます。甜麺醤も大さじ1入れます。キャベツと豚肉を入れ
ジャンと絡ませるように炒めていきます。ここで炒めすぎると苦味が出るので注意が必要です。紹興酒を香り付けに入れ、醤油を大さじ1入れていきます。紹興酒と醤油は鍋肌に回しかけるように入れましょう。スープを 20cc 入れます。砂糖を大さじ1/2と味の素少量と砂糖少々を入れます。味が整ったら水溶き片栗粉を大さじ1入れていきます。仕上げにラー油を回しかけ完成です。辛いのを抑えたい方はごま油を入れましょう。今回はホイコーローの作り方を紹介しました。本来は茹でた豚肉を使い作ることで厚切りで生焼きになることを防ぎ、炒める時の時短にもなるメリットがありますが、生肉から作ることで肉のパサつきをなくし、ジューシーで存在感が抜群の肉が楽しめます。甘辛いタレの絡んだ豚肉とキャベツをご飯にのせて食べると最高の喜びが味わえます。ぜひ作ってみてください。このチャンネルでは中華料理を始める方や、趣味で中華鍋を使って料理を作りたい方や、料理のできる様子を見るのが好きな方に向けて作っています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。それではまた次回よろしくお願いします。